ベルリン・ゲルリッツ線とは、ドイツ連邦共和国の首都ベルリンから、ブランデンブルク州を経て、ザクセン州のゲルリッツのゲルリッツ駅に至る、全長 207.9km のドイツ鉄道の路線である。ベルリンから、ケーニヒスブスターハウゼン、コトブスを経て、ゲルリッツに至る。開業当初のベルリン側のターミナル駅は、ゲルリッツアー駅であったが、戦後に廃止、撤去され、跡地は、 ゲルリッツァー公園になっている。また同駅からベルリン環状線までの区間も廃止され、環状線から分岐する線形となった。そのため、環状線やベルリン市街線、シュレージ自ン線、ベルリン外環状線を経て運行されている。1866年から翌1867年にかけて、火客併用の鉄道として開業した。 1882年に国有化され、プロイセンクニウ鉄道の一部となった。1929年には、ベルリングリナウ駅まで、1951年には、ケーニヒスブスターハウゼンまで、ベルリンエスバーンの線路が併設された。第二次世界大戦後、西ベルリンに位置することになった、ゲルリッツァー駅は1952年に、旅客営業が廃止されたが、 貨物輸送は1986年まで継続された。1988年から翌89年にかけて、コトブスまでの区間が電化された。ベルリン・ゲルリッツカを直通する列車は存在しないが、以下の系統が運行されている。ありがとうございます。